病院行ってきましたよ。まあいつも行くだけなんですけどね、僕はあの痛風の持病があるんですね。尿酸値を抑える薬をもらいに毎月行くんで、それに行ってきたっていう感じですね。じゃあ今から帰ろうかなと思います。今日はエビとイカの海鮮炒め丼を作ろうかなと思うんですけど、このチンジャオロースのソースを使ってそれにしようかなと思います。ちょっとやってみます。できました、海鮮丼ですね。チンジャオロースの素使ったんで、あの海鮮のオイスター炒めって感じですかね。オイスターソース炒めみたいな、まあ中国なんで、中華なんでタアサイとかね、キクラゲとか入れてみましたけど、じゃあこれをいってみようかなと思います。海鮮炒め丼です。じゃあ今日は金麦糖質 75% オフで芯ってやつですね。これいってみます。うまいっす。じゃあこの、海鮮、オイスターソース炒め、まあ、チンジャオロースの素入れたんですけど、いってみます。これもがっつりとそのままいきますよ。いきます。うまい、エビプリプリですね。うまっ、イカも。ではちょっとアクセントの紅生姜も一緒にいってみます。この紅生姜もらった紅生姜なんですけど、めちゃくちゃ生姜の味が濃い。結成のは手作りのかな、めっちゃ重いっすよ。いきます。これ、ラー油を足してるんで、ちょっと辛いんですけど、この店レベルでうまいっすよ。めちゃくちゃうまい、これ。最近本当に、家で食うご飯がすごい充実してるんで、外行かなくなりましたね。外で食べても、なんかあんまり美味しく感じなくなってきたんですよね。じゃあ最後に行きます。ああ、これはやばい、うまい。ああ、これ大成功ですね。今日あったかいですね、なんか。午前中は、ちらっと病院行ってきたんですよね。尿酸値を下げる薬をもらいに。まあ、別に何するわけじゃないんですけど、血圧測ったりとかして、で、処方箋もらって、薬局にそれ持ってって。もう薬局も混むんで、病院も混むし、だから病院まで、病院行くだけでもやっぱ2時間ぐらい待つんですよね。だから処方箋のところ行って待つのも嫌なんで、一通出して、明日取り来るんで用意しといてくださいって言って帰ってきたんですけどね。ノブさんの姪っ子さんが結構出てるんですよね。千鳥ノブ美人メイクは可愛すぎるという話題。芸能事務所所属21歳。菜の花畑でオフショットとかあるんですけど、これ自転車 BMX 女子の早川由衣さんが6日までに自身のインスタグラムを更新、最新ショットを公開した。芸能事務所セイントフォースゾーンの所属となったことを1月に報告した早川、まだ2月なのに少しだけ菜の花が咲いてましたと綴り、菜の花で私服姿アップ。まだまだ寒い日が続いてるけど、あっという間に春が来るんだろうな。毎日大切に過ごそうと思っていますと決意を示してた。この投稿に可愛すぎます。眩しい、美しい、とても可愛く、花畑に生えてる、もう可愛すぎるなどの声が寄せられていると。早川オライコンビ千鳥ノブの名として知られており、1日にストーリーズで、のぶおじちゃんみたいに私も一生懸命頑張りますと意欲と。これどうなんですかねと思いますけどね。完全七光だなぁと思ってるんですよ。多分この子は、のぶの姪っていう以外に特に売りがない気がするんですよね。まず、BMX 女子でしょ ?BMX 女子ってかなりマイナースポーツですよね。多分日本ではよっぽど人気ないと思いますけどね。 BMX の男子もあんま人気ないし、一応オリンピックのね競技には入ってますけど、最近ですかね、あれも入ったの。でもスケボーとかよりも人気ないですよね。スケボーは日本選手層が厚いですけど、 BMX はなかなか層が、ね、薄いから、
そんなにこの人が BMX ですごいっていうこともないでしょうし、まあ、売りはノブの姪っ子っていうことなのかなと思ってて。で、あと、この人なんじゃないかなって、この前もね、LINE で視聴者の方から来ましたけど、12月21日のポストセブンでね、佐藤健、美女2人と千鳥ノブ自宅へ、W 杯クロアチア戦を観戦し熱狂かっていうのがあるじゃないですか。そんな佐藤健の声を予感させる瞬間を本誌女性セブンは目撃した。12月上旬の冷たい雨が降りしきる夜10時過ぎ、黒ずくめの装いの佐藤健と隠れ家風の店舗で合流したのは家族ぐるみで交際する千鳥ノブら男性3人、そしてブラウンのロングヘアが際立つ2人の美女だった。30代前半と思しき彼女たちはロングコートにショートブーツを合わせ、知的な雰囲気を醸している。佐藤だからシャンパングラスを片手にご機嫌な様子、2時間も経たないうちノブと美女2人タクシーに乗り込んだ。向かった先はおしゃれな高級マンション。午前0時過ぎ、今宵の宴はここからが本番。タケルさんと美女2人はノブさんの自宅でサッカーの W 杯の日本対クロアチア戦を観戦したそうです。結果は残念でしたが、深夜3時の PK 戦にまでもつれ込んだ試合には熱狂したはずっていう記事が出てたんですよね。これ今考えるとこの人なんじゃないのって感じがしますけどね。だってノブの家、自宅ってこと、奥さんも子供もいるわけでしょ。子供もサッカーやっててかなりね、海外のサッカーファンだっていうぐらい、ノブさんもサッカー部だったけど、ノブさん以上にサッカーオタクなんですよ。絶対クロアチア戦は見てるでしょうし、まあ家族ぐるみで見るんでしょうね。ってなった時にやっぱ家族ぐるみの付き合いのあるタケル君と、めいっ子さんと、なんかめいっ子さんのなんかとか、なんかそういうんじゃないのかなって僕は想像しますけど、どうなんですか？なんかその線が僕は濃いんじゃないかなっていうふうに最近は思ってるんですけど、いや、ノブさんのこのめいっ子さん、そこまで言うほど可愛くないんですよね。いろいろこう書かれてます。輪郭がノブなんよって。確かにね。似てるんですよね、ノブさんにね。ノブのメイであるという前提で言うと可愛すぎると。まあね。可愛いっちゃ可愛いけど、まあ普通。可愛いけど変わりすぎるまではいかない。普通の一般人です。ノブの嫁が美人だよ。ノブさんの奥さんってあれですよね。なんか中学時代からの友達とかなんか言ってましたけど。美人声優可愛すぎるってちょっとハードル高く上げすぎなんじゃないかなって思うんですよね。セイントフォースってめちゃくちゃ可愛い人たち多いじゃないですか。そこの中に入ったら僕はかなり可愛いっていう感じにならないと思いますけどね、と。セイントフォースゾーンっていうやつはアスリート中心だからそこまでそれを求めてないのかなと思ったりとかするけど、まあでも持ち上げすぎるのは僕は良くないなと思います。まあ、そんな感じです。スシローあるんですけどね。スシロー、最近 YouTube でスシローをなんか助けるみたいな動画流行ってますけど、やろうかなと思ったんですけど、ちょっと流行りに乗ってるみたいなんでやめときます。